俺たちからだ。いや、マジわかか、るここれ。れ。マジ、これ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。めっちゃむずい、これ。時間が。頼む。ま、やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。ほんとごめん、ほんとごめん、ほんとごめん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとごめん。まずは、お手軽に行くわ。お手軽に？二週目から考えるわ。うん。オッケー、オッケー。手軽に行くわ、二週目から考えるわ。オッケー、これで行こう。ちょっとごめん。二週目から行くわ。なるこれ申し訳ない。なるほど。まあ、これはまあ、まあまあ、普通に行くなら剣道。でもスポーツにやっぱ勘とかも必要だよな。いや、まあまあ、まあ剣道で。なそこで、そこで読みが入ってくるの。絶対読みが入ってくるな。うわ、これどうしよう。どうしよう。いや、僕だったらいける。これ、多分いけると思うわ。え？いや、向こうだったらいける。これいけるわ。え、偉い。偉い。偉いさ。あ、いや、いける。向こうならいける、絶対。ああ、いや、まず一個いいですか？これや。ナイスー！偉いぞ、おやべ。前！お前が偉いと思うもの全部言ってみろ。そ三つ。う。偉い、高校にとって偉いものとは。これ。お前偉い！俺ちなみにそれやってくれると思ってやった、今。偉い、偉い。あ、3秒する。これ！ええー、すごい！マジで？ちなみに、僕本当に俺、その3つ開けてほしくてやったわ。あ、マジっすか？偉いよね、この3つ。ああ、よかった、よかった、よかった。ピンポイントだ、マジで。あ、これいけるわ。長年の付き合いを生かして、この感性ならいけますそう、ぴったしだ、もう。マジでぴったし。多分十字軍行ってくれるなと思ったわ。でかい。でかい。妹？工場、アルプス、中国。中国はまずでかい。で、アルプスも多分でかい。ああ、よし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 。マジ確かに。か。確あ、できかに。た。ちょっと確かに。工場もでかいんかな。やっがあべ。と2個。やっべ。他にでかいもあるか。やべ、わかんねえ。あ、なんか。これもこたの、一番、いけらず。人体。いや、川で。これ。いや、人体やろう。人体。そういう。ああ。すまねおお。え、すまねごめんなさい、人体。いや、いや、もう素直にいけばよかったか。いや、もうこれはね、申し訳ないけそうなど。んだな。それ、あ、これは大丈夫だな。答えにはならないから。すみません。これちょっともうね、確実に逃がしてもらおうかな。今、1枚もらっちゃったから。もう確実、確実に確実。でもこれ、連想ってレベルかな？攻めないからね、俺ちょっと、今回はね。あ、もうこれはちょっともう、取っとこうよ。ありだね。で、でかいがまだ2残ってるから。スペースは多分キーボードのこと言ってると思うから行く。おー、すげマジで。え！お！やばいね。ちょっとどうしよあ、つかこれ、あそこプラス1までしか選べないっぽいな。終わっちゃっキーたボか。ードのことってどういうこと？キーボードのことって何？一つ手前ででかい。やべでかえ、い。奥さんが出したのってこれキーボードじゃこれ言ってもないらうしかねえ、これ。の。トータルでかけろ、僕、トータルでかけろ。いろいろトータルでかけろ。僕、え、違う違う。何これ？トータルでかけろ、僕。猛だいぶ俺だ、お前と俺だ、いける。考えろ。猛攻がいるだろ、こんなに。猛攻っすか？そいや、わかりました。う。と、猛攻っすね。猛攻、何さ？違う。確かに猛攻だ、それ。それ猛攻だわ。猛
猛攻だわそれも。ああミスったぜ、ね、それ猛攻だわそれ。やったやろ。それ猛攻だわ確かに。いやもう勝手に自滅してくれるんだったら言っちゃおうな。確かに猛攻だ。自滅してくれるんだったらもうやっちゃおうな。やべえ。いや申し訳ないねもう勝手に。勝手すぎてさこれ。ちょっと待って作るもの多すぎないか。これがちょっとやばい。で工場も作ったりするし、ブリキの人形ってあれ？いや工場で行くか。ごめん工場で行こう。うわあ。やばいね。やばい。うん。まあまあ出資でしょか。いやマジかよ。なんでもいいでも。あじゃあもうはい。もうなんかとりあえずな。とりあえずです。うん。兄弟と妹もだった。いやもうちょっとあ一ちょっと待って確実に来たな。急に確実に来たな。トータルで考えるトータルで。ちょっとさっきの模倣ってヒントを、うん、今改めて考えてみる。あこれは分かった。あちょっと。最悪最悪おい今何した芋芋いやなんか芋かなと思って芋って何ですか何だ芋ってお前なんかちょっと芋臭いみたいなそういう意味でいけーよ取りすぎじゃないめちゃくちゃ取ってる3枚ぐらい取ってもらってんだけどもうなんかもうあれなのよね申し訳ないけどまあまああれだよねああ、はいはい。出たね。うわあ、くっごめんなさい、もうね、あまりにもね、モコさん撮ってくれるから、もう連想できるもんが一個ずつしかなかったのよ。ああ、やってもうた。じゃあ、モコは妹と神経だろ、お前。妹と神経モコには神経あるだろう。妹と神経だよ。うん。ちょっとそこ遠かなかった。遠かなかった。妹はあるかなと思って、ちょっと。あうん。ダクソ見てたから死かと思った。なるほど、なるほどね。確かにね。あ、ダクソじゃねえ。あるかもと思った。赤老だ。あ、赤老。ちょっとヒントも悪いっすね。ヒントも悪いっすね。ちょっと攻めすぎたわ。ちょっと攻めすぎた。まあ、偉いで3つ抜けちゃったから、ちょっと。いや、あれめっちゃすごかった。びっくりした。俺見た瞬間でも偉いわ。俺もなんか、ちょっと偉そうな感じが連想できたわ、あの3つ。じゃああれすごかったなあれピークやったなじゃあもう負けると思ったスパイマスターもうこれじゃあ俺が行きますオッケーじゃあ行きますかでよいしょ任した赤くうまいからなうわ俺らからかちょっと待って赤やろ先行不利だね30秒あでも先行はね30秒余分にあるあそっかあーはい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 あじゃあどうしようかな俺もう、まず言っていいですか？おいよいよいよ。まず言っていいですか？俺、うん、めちゃくちゃ無難なやつ。うん。これ、これ、これっす。タバコ。ああ、いやもう、ライター。いやー、まあまあ、そうですね。まあ、無難な。ナイス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 。あんま攻めない感じなんだ。なんか突っかかってくんな、うちのチームにな。あなんかそのまあ見しちゃってよ本当のスパイマスターをさわかったあの完全にひらめた俺今あの程度だよあごめん完全に終了かまああの程度か社会人上からなもう任して中山筋肉ねちょっと待ってちょっと待ってわかった俺ちょっと待ってああ、次あれでいくか。いや、時間がね。筋肉にボリュームがあるとかそういうのじゃなくてダメだマジで難しくねこれさあ、もう勝負仕掛けようぜ。まあ、考えた。頭に入れるわ。これいきますわ。オッケー。これいきますわ。これね。切断切断切断に
まあ、俺はまあ見てるから分かったけど。あーあ、だ、ケーブルと、ゴム。うえぇ、うおでしょう、まっでしょう。オッケー、もう天才的なの。お前頼むよ、マジで。マジで天才的。天才すぎるんだって。もう一回、もう一回行くわ。オッケー、オッケー。あー。え、ちょっと待って。何がある？え、白。ちょっと待って、一郎でしょ、俺一郎のことあんま知らないから。あ、まあこれは、まず一つ。ああ、まあまずか。うん。急を連想させるものって考えていいのか。ただそういう選手じゃないよね。ちょっとじゃあもう一個じゃあ。ここですか。うわー、ナイスナイスナイス、すげえ。グリーンに野球を連想させるってことですよね、これ。そう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 。よっしゃ、よし、天才だ、天才だ。よし、うまい、うまい、うますぎない？マジでうまいよ、シャガ君。あと6、6対6だ。ちょっと俺、禁断のやついっていいですか？ああ、いいよ。禁断、禁断のいっていいですか？ポケモン、ああ うわー、うまっ、エスパー、うまっ、エスパースリーパーマジかよ。いや、なんだカラス、いやあこれがね、あーマーがいるからね、あーマーがなるほど、なるほどね、十分十分十分、いや、それ分かったくせ、俺、いや、うまいなと思ったけど、これいいのかな、分かったくせえぞ、いいんだよ、いやこれなんかちょっとアウトな気がするんだよないや答え言わなきゃアウトはないよ、まあ、答え以外だと何でもいいじゃん、うん、だどうしても例えがなかったりするもん、じゃもしダメだったらすいません、まあしょうがないんじゃない、いやまあ全然しょうがないんじゃない、しょうがないじゃない、あー、いや、全然セーフでしょ、全然セーフでしょ、だってまだ16秒あるな、最初の答え見て、中山筋肉2 中山筋肉2でしょ、いい、中山筋肉でしょ、中山筋肉、待って、中山筋肉でしょ、中山筋肉これ大丈夫、いや、ちょっと、マジでちょっと待って、まずは中山筋肉でしょ、頑張れ、加藤さん、俺勝ちました、これ勝ちました、あ、オッケー、よ、もういい、多分これ勝ったわ、犯罪者いや、お前犯罪者です、宝石商とか言ったらお前角が立つだろ、俺お前面倒、いや、これとえ、いや、いえ、やったわかんねえ、いやー、そっか、なんかもうタンスからあれ盗むのかなと思って、そやな俺でも1個分かってんだよ、もうこう、あ、マジっすか、ああ、じゃあそれはもうあれ度外視していいですよね、次、いや、何か分かってるか、ちょっとあれ、いや、もう多分あれのことだよ、ね、あ、ダメだ、あと2枚よ。なんていうの俺、きらびやか。きらびやか。きらびやか。きらびやかって、こんな字見たことないんだけど。きらびやかっていう言葉の並びを聞くと、あ、でも1か。多分、きらびやかか、でもこれって。きらびやか？むずいね。きらびやか？まあでも、あれですよね。見た目としては、金、ちょっと金っぽいみたいなの、真珠。よしええー、3ついっちゃおうぜ、3つ、3ついっちゃいますか、ちょっと待って、はい、関さんが選んだのそれ何、俺言葉を知らないんだけど、真鍮、何それ、あのアクセサリーに使う素材、なんかそうなんだ、金みたいなやつだっけ、そう金みたいな、ええー、きらびやか、溶かして試験、いや、ちょっと待って、とりあえず俺さっきのポケモンの、はい、
ケンタウロスはあげなかった。いや、うまい、それ。もう、マジでうまい。事件、もうやばい。事件、事件。え、弁護士とかか、やばい、やばい、やばい。シャシャー。やばい。これ、2発いこう、もう。さあ、次でいっちゃうぞ、俺。次行きましょう、行きましょう。任せろ、マジで。任せろ、もう2発いこう。筋肉が残ってんだよな。筋肉もう筋肉はやっぱ分かってなきゃ分かんないからな。頼む。任せろ、任せろ、任せろ。赤！うわー、なるほど。なるほど！もうこれはね、いや、分かんねえぞ、分かんねえぞ。分かんないぞ。牛か？ってなかない。ない、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 ない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、氷河期か、おぉ、嘘、なんでわかった、なんでわかった、なんでわかった、なんで消去法で、なんでわかった、それなんで消去法で、よかった消去法でしかなかったバーベキューなだ全部ないから、あ、宝石の色かなって。俺、バーベキューの炎かと思った。俺もそうそうそう、バーベキューで。バーベキューは炎が赤いかなと思って悩んだけど、二択だった今。あ、でも、きらびやかか。あー、あ、そっか。あ、その前のも。今考えてるんだ。そうだ。いやー、強え。いやー、あと、宝石の色か。とりあえず関さんが中山きんに君を見たことないってことだけ分かった。いやいやいや、知ってるよ。なんで、なんで、どれ中山きんに君結局。いや、もう。一番のネタマグマスタ、マグマパスタだよね。うん、マグマパスタ。あー、知らん。俺、わかんなかった。ねえねえ、筋肉2って何？マグマと何？天才？いや、そう、天才。知らねえよ、それ。それわかんねえよ。それわかんねえよ。天才だろうけど。